久保さん、今回奥にしましょうか。奥。まあ、多分ね、10年ぐらいあったら億ぐらい稼げると思うんですよね。10年あれば億は稼げると思いますね。うん。まあ、なぜ、なぜならば、うーん、やっぱ、月80万ぐらいですか月80万ぐらい。まあ、平均値にすると月80ぐらいで、多分10年やったら奥行くと思うんですよね。 うん、これは不可能かっていうと多分可能なんですよ。うん。まああの平均にしたらそうですけども多分最初は稼げないんですけど多分ババッていくんで、うん、僕の熟成さん5年ぐらいで1億ですか4年とか5年で。うん。まあ10年あれば1億いけますね。まあ単価の問題ですけど、まあ、単価の問題は10年あったらクリアしてくださいって話で。 まあ久保さんもね、最終的にその100万、100いくら、100万ぐらいの商品売ったと思いますし、なんかセミナーで100万の商品売って600万いったみたいなのを言ってたような気がするんですけど。まだから100万円の商品とかも売れるようになればいいわけですし、多分10年やればね、多分行いけると思うんですけどね。でも10年やればいけると思うんだけど、みんな10年やろうとしないですよね。 だからね、僕ブログには2年更新してるんですけど、僕10年スパンなんですよね。とりあえず10年、とりあえず10年更新してみようと。とりあえず10年毎日更新したらどうなんねんっていうね。<laughs> まあとりあえず基準が10年ですね。うん。やっぱあの、僕もなんか、僕の場合は、まあ17年ぐらいやってるんですけど、 まあ振り返ってみると、そう、振り返ってみると、まあ10年ぐらいやってものになってきたかなっていうところはありますね。うん、10年やったあたりぐらいから多分ものになってきたかな。売り上げがこう上げられるようになってきたかなっていう。あ、10年じゃないか。10年じゃないですね。5、5年ぐらいですか、多分。まあ最初はあの、サポートスタッフで入ってるので、マーケティングとかそういうのじゃなくて、もうお客さんのサポートスタッフ、メール対応からなんで僕の場合は。 その仕事業務がね。だから多分ねよ、3年目ぐらいに多分、マーケティングとかそういうのを、こう、2年目か3年目あたりからマーケティングもこう始めたと思うんですよ。だから5年目ぐらいから売り上げがこう上げられるようになってきたかなっていう感じかな。まあ10年もやれば本当にいけますよ。まじで <laughs> だ。だけど多分10年やらないので、まあ僕のこの発言は、 嘘に聞こえるかもしれないですねでもどうでしょうかなんか1ヶ月なか億万長者合宿に参加するだけで億万長者になれるよなのかえ10年やれば1億ぐらい稼げるよどっちの話の方が真実性がありますどっち何もしなくても一億稼げますっていう話といや10年やったら一億稼げますよって話どっちの方が真実味があると思います まあどっちを信じるのもあなた次第ですけどいってらっしゃい。